日本で新型肺炎に感染、タイ。昨日、タイ政府が日本に旅行に行っていたタイ人の夫婦が帰国し、新型コロナウイルスに感染していたと発表しました。このタイ人の夫婦がいつ日本で旅行し、どこに滞在していたかどうかはまだ明らかになっておりませんが、現在日本国内でも人から人への感染が続いてしまっていると思われますので、皆様、手洗いなどを徹底していただき、新型コロナウイルスに感染しないように予防対策を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。